どうも、チカリタ TV の田代チカラです。今日は3月3日金曜日なんですけど、明日今シーズン最初の公式戦があるので髪の毛を切りに行ってきたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということで髪切ってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。カフェでお土産もらいました。ありがとうございます。グーッチラーズはベリー。そうウェブスターはロングワイフ。おー、いいとロシェンコフェアローバハプス。はい、ということで2023年の最初の公式戦、オーストラリアカップ3回戦ですね。結果の方は1対2で負けてしまいました。試合に関しては昨日行われて、翌日にこの映像は撮ってます。一応試合の流れとしては前半は1対0で勝っていて、後半2点取られて逆転負けという感じで、新シーズン最初の公式戦としては最悪のスタートを切ってしまいました。僕自身は90分出場したんですけど、前半から後半の途中までは中盤の少し攻撃的な位置でプレーして、後半の途中からセンターバックでプレーしました。結果として負けてしまった後でね、こういうことを言うと言い訳になってしまうんですが、チーム事情としてはまずそもそもの人数が少ないっていうのがあります。何人いるんだろうな、ちょっと正確な人数は分かんないですけど、全員集まっても20いくかいかないかぐらいの人数しかまずいなくて、でその中でここ最近のプレシーズンマッチで両サイドバックの選手が怪我をしていて、でもう一つすごく重要なのが、同じ日本人のユウスケがね、登録が間に合わなくてプレーできないっていう状況がありました。僕自身もちょっと間に合わないかもっていう状況ではあったんですけど、昨シーズン所属したウランバートルシティの方がすごく早く動いてくれて、僕は出場することができたんですけど、ユウスケは間に合わなかったという感じです。でそんな中で両サイドバックとセンターバックの一人ユウスケがプレーできないっていう状況で、ディフェンスがかなり手薄な状態でした。なので後半の途中からね、僕もセンターバックとしてプレーしたんですけど、スリランカでプレーした時以来ですね、センターバックでプレーしたのは。まあ90分ではないですけど、まあ正直無難にこなすぐらいのプレーしかできなくて、そこで助っ人として特別なプレーをしろと言われても結構急すぎたので、そういうプレーはできなかったなという感じです。僕個人としては何個か決定的な仕事はできたと思っています。前半の途中で相手の決定機を阻止した場面、あとは後半にも2
2つ決定機を攻撃側でね作ることはできたんですけど、まあうまく得点には結びつかずっていう感じで、まあ他にもね僕がどうこうっていうよりもチームとして決めるチャンスはあったので、しっかり決めるところを決めて守るところを守れていれば勝てた試合だったなと思います。で、昨日の相手に関してはプレシーズンマッチでも戦った相手で4対0で勝った相手だったので、その辺でちょっとこうあんまり意識はしてなかったんですけど、みんなやりづらい部分がもしかしたらあったのかなと思います。とりあえずこれでオーストラリアカップに関しては終わってしまいました。トーナメントなので1回負けて終了です。で、ここからは3月18日からリーグ戦が始まります。今回の負けをいい風に捉えればもうあとはリーグに集中するだけになったという状況なので、リーグ戦に関してはしっかりいいスタートを切れるように引き続き準備をしていきたいと思います。で、僕の戦うカテゴリーだとちょっと試合の映像っていうのがねあんまり見れるチャンスがないのかなと思います。他の国でプレーしてる時は結構ライブで応援してくれていた方もいたと思うんですけど、ちょっとそういうのがないのでね、応援してもらう立場としてもいろいろ難しい部分はあるんですが、これからも変わらず頑張っていくので応援していただければと思います。で、昨日の試合に関して少しでも気にかけていただいた方、応援してくれた方、本当にありがとうございました。ここから切り替えてしっかりトレーニングしていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもぜひ残していってください。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら、おやすみなさい。